会長は何か感じるところありますか。上田日本放送協会会長。お答えいたします。NHK のニュースや番組は、報道機関として自主的な編集判断で放送いたしております。個別の編集判断や取材制作の過程に関することはお答えできませんが、お答えできる範囲で誠実にお答えするよう努めてまいります。足立君。この内容はですね、私、小川委員のことはもう尊敬しますからね、よく電車で会いますもんね。まあいいや、それは。小川淳也委員、こうおっしゃってます。野党側の主張、本会議での野党側の主張、俺は野党の代表としてあそこに立ったんだと、野党側の主張をちゃんと報道しろ、ナレーションの伏され方がおかしい、視聴者を惑わした可能性がある。編集の現場で、作られた原稿と、最終的に承認された原稿とはどう違うのかって、資料出せ、報道局長を国会に呼ぶぞ。いや、僕、こんなことを政府・与党ね、与党の先生方がこれ言ったら、もう1年間ぐらい大問題になりますよ。森友どころではありません。ねえ、先生、これ、与党の議員があったら、もう、国会ひっちゃかめっちゃかで止まりますよ。なぜ野党がやっていいんですか。いや、僕は別に僕も野党ですから、で、小川先生は僕はもう大好きですから、もう将来一緒にやりたいぐらいですよ。しかし、さすがにこれはやりすぎだと。で、先ほど総務大臣も NHK 会長もね、それなかなか言えないですよ、はっきりと。でも私はね、申し訳ないけど、委員長の差配がやっぱり悪かったと思いますよ。委員長、これね、NHK は NHK は当たり前ですよ、小川さんがそうやって詰め寄ったときに、ね、自主的な編集判断に基づいて放送を行っております。編集につきましては、自主的な編集判断で行わせていただきました。報道は自主的な編集判断で行わせていただきました。自主的な編集判断に基づいて行いました。誤解答弁しているにもかかわらず、委員長は速記を止めてまで、木田参考人に答弁を求め、最後は木田参考人が真摯に受け止めると言っちゃいました。問題でしょう、これ。まあいいですよ、民主主義っていうのはね、よこしまな圧力をかける人はいるんです、いるんです。でも、NHK がそれ受けちゃあかんでしょ。木田さん、今日いらっしゃる？木田さん、今日いないか、呼んでない？あ、木田さん、これ、真摯に受け止めちゃだめでしょ、ちょっと通告ちゃんとしてないかもしれないけど、そういう政治圧力、政治介入には屈しないとちょっと言ってください。木田日本放送協会専務理事。お答えいたします。小川淳也委員の質問に対する答弁では、私は多様なご意見があることは承知しており、結果としてこのようなご指摘をいただいたことを真摯に受け止め、引き続き、正確公平公正不偏不党自主自立を堅持して報道に当たってまいりたいとお答えいたしました。ご指摘も踏まえて、引き続き正確で公平公正不偏不党自主自立を堅持して報道に当たってまいりたいというふうに考えております。足立君。大丈夫？木田さん、真摯に受け止めたって何を真摯に受け止めたんですか。小川さんの質疑を受けて真摯に受け止めたと言いましたよ。ちょっと訂正してください。木田日本放送協会専務理事。お答えいたします。我々は正確で公平公正不偏不党自主自立を堅持して報道に当たっておりますけれども、ニュースや番組につきましてはさまざまなご意見をいただきます。この問題だけではなくてさまざまなご意見をいただく場合がございます。そのような多様なご意見があることは、今回の場合もそうでありますが、承知しておりまして、そのようなものについては、やはり真摯に受け止めて
引き続き今後の放送に生かしてまいりたいと、そういう考えであります。以上。足立君。会長ね、会長、私はね、視聴者の意見を聞く、これは当たり前ですよね。視聴者によって作られている NHK なんだから。しかし政治介入は許したらあかんでしょう、ね、視聴者の意見は真摯に受け止める。でも政治介入には断固として、抵抗する会長としてのご決意をお願いします。上田日本放送協会会長。お答えいたします。 NHK といたしましては、引き続き正確公平公正不偏不党自主自立を堅持して報道に当たってまいりたいと考えております。委員長、会長ごめん、政治か、いや座ってください。政治介入について、政治介入って決めつけてますけど、じゃあ一般論でいいですよ。一般論、高井先生、僕一般論、小川さんのことを政治介入、ね、はい、NHK 会長ね、一般論で結構です。政治介入にはね、断固として政治介入には断固として抵抗していくと、自主自立でやると。その政治介入にはね、左右されないんだと、そう言えないですか。政治介入には左右されない、お願いしますよ。上田日本放送協会会長。お答えいたします。 NHK といたしましては、放送法にのっとり公平公正不偏不党自主自立を貫き、視聴者の判断のよりどころとなる情報を多角的に伝えていくことが役割だと考えておりまして、これをしっかりと守って放送を行ってまいりたいとし、行っているというふうに認識しております。国民の知る権利に応え、特定の利害に左右されることなく、意見が対立している問題は多角的に取り扱うなど、基本的な姿勢を堅持することは重要と考えており、これからもこの認識を常に持ち、業務の執行に当たってまいりたいと思います。何をどのように伝えるかは、まさに編集権に関わることであり、コメントを差し控えますが、文書された権限の下で、現場が自主的に判断していると認識しておりまして、政治的公平性につきましても、こうした自律的な取り組みの中で、きちんと確保してまいりたいと考えております。足立君。不十分ですが、気持ちは伝わりますから、いいとしましょう。しっかりお願いしますよ。それから委員長、先ほど申し上げたように、私はね、これ問題だと思ってます。これ問題だと思ってます。2度、もしこれが問題でないんだったら、私やりまくりますよ。これから国会で、本会議場で、しっかりこれ、放送を所管している総務委員会として、あるいは総務委員会の理事会として、一体これどうなんだと、こういう政治介入だと私が思う内容、いや、違うなら違うでいいですよ。やっぱり総務委員会、理事会としてしっかりとこれ、判断をしていく、そして国民の皆様に国会のあるべき姿をしっかりと示していくことは、これ、当然だと思いますので、ご検討お願いしたいんですが、いかがでしょうか。先ほども申しましたように、ここの質問に私も答える立場にはございませんが、今、足立君のご意見に対しては、すでに理事会で協議を続けたいということで申し上げたとおりでございますので、理事会で協議していきたいと思います。はい、委員長。はい、足立君。はい、ありがとうございます。それでは次ですね、その政治的な公正公平、これはもう NHK のもう命綱みたいなものです。ところがね、これ見てください、これ、ね、ちょっと白黒で申し訳ありませんが、お配りしているのはね、これ、NHK の NHK スペシャルを作られた、今道織さんというディレクターが、この同じ題名、NHK スペシャルと、同じ題名、沖縄と書くというテーマでの講演会に参加をされて、講演をされているものであります。この記事は、
2017年12月3日の沖縄タイムズの記事でございます。これは今ディレクターの業務ですか、業務外ですか。まずそれだけ答えてください。松坂日本放送協会理事。お答えいたします。NHK では個人情報のうち、経歴などを公開している経営幹部を除いて、職員個人に関する情報についてはお答えしていませんけれども、当該後援会の参加にあたりまして、NHK 職員であることを明らかにしておりますので、お答えいたします。ご指摘の後援会につきましては、職員が勤務時間外に番組の内容などについて講演をしたというふうに理解しております。講演の参加は就業規則で定められた手続きにのっとり、事前に上司の許可を得て行われたものであります。内容は番組に即したものであったと聞いております。以上。足立君。すると、業務の外だけども NHK としては承知をしていた。ちょっと結論急ぐとですね、これ NHK は申請を、今さん自身かどうか分かりませんが、申請を受けて NHK は許可を出してますね。その際の、まず許可を出しているかどうか。松坂日本放送協会理事。お答えいたします。職員の勤務時間外の私的な活動については個人の自由で業務として取り扱うことはありません。しかし私的な活動でありましても、業務で通じて得た知識や技能を発揮して社会に還元を保持するようなケースはあります。このような活動の際に NHK の職員であることを明らかにして行う場合は、協会として一定の関与が必要であり、上司の許可を得ることとしております。協会の業務を遂行する上で支障がないかや、協会の職員として適当かつふさわしいものであるかなど、総合的に判断して許可するかどうかを決めております。足立君。これ許可してるんです。で、申請はですね、東京法律事務所、この先ほどのこの記事、沖縄タイムズの記事にもありますが、この講演の主催者は東京法律事務所9条の会が主催したと、報道されています。このその申請にあたって、この9条の会が主催のイベントであるということを NHK は承知してましたか。松坂日本放送協会理事。お答えいたします。依頼を受けた際には東京の法律事務所の主催としか聞いておりません。9条の会については承知しておりません。講演の依頼はですね、沖縄と核に代表される日本とアメリカとの関係などについて取り上げたいというもので、政策に関わった職員が番組内容に即して話してほしいというものでした。 NHK の番組に対する理解促進につながるという観点から許可をしております。足立君。今話に出ている東京法律事務所、あるいは九条の会、九条の会というのは東京法律事務所が作っているもので、東京法律事務所のホームページにも書いてあります。このパネル、資料3、左側の憲法を守り生かすというところが、これが東京法律事務所のホームページからの抜粋でございます。これ見ていただくと、要すれば時の政府によって違憲の法律が制定されようとしているのに対して、さまざまな団体と共同してそれを阻止するために事務所を挙げて尽力してきた。救助の会を立ち上げ、街頭宣伝などをやってますと。で、これ救助の会っていうのはブログっていうかホームページがありますから、そこにはさまざまな政治活動の様子が全部上がってます。それからこの産経新聞の2015年の8月6日の記事では、まさにこの東京法律事務所の弁護士がですね、共産党からですね、共産党がその事務所の弁護士を擁立するという報道がございます。これ端的に言うと、共産党系の
政治団体であると私は、まあ普通はそう思いますが、総務省選挙部ですね、これ政治団体ですか。大泉自治行政局選挙部長。はい、お答え申し上げます。 お尋ねのありました東京法律事務所あるいはその九条の会という名称の声小さいよ。その団体の届出につきましては総務大臣に対し、今朝までのことで確認いたしましたが、政治資金規正法に基づく政治団体の届出は提出されてございません。また、東京都の選挙管理委員会に確認しましたが、同様に政治団体の届出は提出されていないということでございました。お尋ねの個別の団体が政治団体に当たるか否かということにつきましては、総務省としては具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。その上で政治団体ということでしたので一般論として申し上げます。政治資金規正法第3条第1項において政治団体とは、政治上の主義もしくは施策を推進し支持しまたはこれに反対すること、特定の公職の候補者を推薦し支持しまたはこれに反対することのいずれかを本来の目的とする団体、あるいはこれらの活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体とされておりまして、こういうふうにこれに当たりますと、政治団体の設立の届出をしなければならないというふうに規定されております。なお、特定の政治団体が政治団体に該当するか否かにつきましては、一義的には当該団体において判断される、政治団体に該当するものであれば、政治資金規正法に基づきまして、政治団体の届出をしていただくということとなっております。足立君。まあ、東京法律事務所は、これ、弁護士事務所でありますから、まあ、百歩譲って、まあいいとしましょう。九条の会はまさにこの東京法律事務所が政治活動をするために作った団体で、継続的に政治活動をしています。これ、一般論で結構です。このような政治的な活動を継続的に、それを目的としてやっている憲法9条の会、まあ、9条の会、これが、政治団体登録をしてないと、あ、まあ、これ、いいですよ、一般論で、政治団体が登録をしてない、これ、違法ですね、違法かどうかだけ。大泉自治行政局選挙部長。一般論でいいですよ。はい、先ほど申しましたとおり、政治資金規正法第6条におきまして、政治団体は、組織の日、または、政治団体になった日から7日以内に、総務大臣、または都道府県選挙管理委員会に届け出なければいけないということでございますから、そういう規定があるということでございます。なお、届け出自体に、罰則というものはございませんが、直接の罰則はございませんが、政治資金規正法第8条におきまして、政治団体は、その届出のがなされた後でなければ、政治活動のためにいかなる名義をもってそれを問わず寄付を受け、または支出をすることができないということという罰則も規定されているところでございます。委員長。足立君。ありがとうございます。私はね、まあ、これ、国会の場ですから、これいいでしょう、これ、憲法9条の会ってのはどう考えてもこれは政治団体ですよ。で、それを登録してない、違法です、今あった通りです。そして先ほど NHK からもご答弁あったように、彼らは九条の会というのを隠して、弁護士事務所の名前で申請をしてきた、NHK は九条の会であることを知らずに許可を出した、私の整理では違法な政治団体が名前を偽って、NHK のディレクターに NHK スペシャルと同じ名前の講演会を主催した、その団体は共産党っていうのはあれですからね、破防法の調査対象団体ですからね、そういうこともご理解いただいた上で、ね、こういうことを、こういうところにコンディレクターが行って、講演してる。私は
不適切だと思う。少なくとも NHK の番組の公正公平さについて視聴者に疑念を抱かせる活動であったと、要は業務外活動であったと断じざるを得ませんが、 NHK 会長どうですか。誰でもいいよ。松坂日本放送協会理事。お答えいたします。この講演への参加はですね、就業規則で定められた手続きにのっとり上司の許可を得て行われたものでありますし、内容も番組に即したものであったと聞いております。職員が業務に関して講演などを行う場合、それを許可するかどうかにあたりましては協会の不偏不当や公正性、信頼性などに疑念を持たれることがないように留意して運用にあたってまいりたいと考えております。委員長、足立君、これからもこういうことやるんですか。もう NHK 終わりますよ、こんなことやってたら。いやだって共産党と一体じゃないですか、こんな一体のように見える。だって共産党系の政治団体、それも違法である疑いが高い団体と連携しながら発言にはご注意願います。どこに、委員長、どこに注意する必要がありますか。ちょっと言ってください。共産党と決めつけてますけど。誤解のない発言を引き続きお願いをいたします。どうぞ委員長。いやだって普通にやってるじゃないですか。共産党系でしょ、だって共産党の候補者を支援してるんだから。共産党系の政治、はい、続けてください。いや委員長、問題あるかどうか言ってくださいよ。これこの人たち何ですかこれ。はい、ちょっと止めてください一回、はい、まあいいです、はい、止めてください、止めてください一回。注意してます、はい、適切な、いやいや適切な表現でもって発言してください。理事の皆さん、ちょっと座っていただけませんか、はい、落ち着いて質問できませんから座ってくださいよ。問題があるなら問題だってちゃんと委員長に言ってくださいよ。いや適切な発言で誤解のないように発言はお願いをいたします。これ皆さん、これ共産党系じゃないですかこれ。これ全然わかんない、どこが共産党系なんですか。これ共産党系じゃないですかこれ。これ共産党系の、共産党系じゃないですか。共産党の候補者を擁立してるんですよ。まあ、事実に即して発言は新聞記事じゃない。注意してください。ちょっと与党の人しっかりしてくれよ、しっかり。はい、足立君よろしくお願いいたします。はいはい、いやだから共産党系の政治団体、政治団体登録してないんだから、違法である疑いも高い、そういう団体と連携して、NHK のディレクターが、それも NHK スペシャルの題名と講演会の題名が同じ、これは外形的に見れば、同じだと思います。足立委員に申し上げます。事実に即して誤解を招くような表現は控えてください。与党人どうですかこれ。ああ与党人、はい、それじゃちょっと一回立ってください、一回立ってください、はい、一回止めてください、質疑続けてください、正確に、はい、はい、それじゃ協議しましょう、はいはい、これのどこが問題か協議しましょう、はい、じゃあ変えられましたのでどうぞ、はい、質疑を続けてください、はい、続けてください。いや、あのね、委員長、はい、だってこれだけ大騒ぎしたらね、なんか私が悪いことしてるみたいじゃないですか。これ今日 NHK で放映されますよ。だまたなんか足立さんがなんか暴れてるなで終わるんですよ。それ困りますから、野党の異議は何で、それ与党は賛同するのかどうか、委員長消してくださいよ。ちょっとお願いします。時間止めてください。いや、名誉回復です。時間止めてください。前、足立委員に申し上げます。総務行政と関係がある発言、そしてまた本日は NHK のこの予算の委員会の質疑でございますので、できる限りそれにのっとって質問を続けていただきますようにお願いをいたします。まあ、議題に沿った質疑をしていただきますようによろしくお願いいたします。委員長。はい、足立君。
やもう本当にあれですね、私はね、今日私が事実に即してした質問のどこが問題なのか分かんないですね。もうね、国会ってこんなことばっかりやってきてるんですよ。本当のことを言えないんです、国会は。で、本当のことを言うとみんなが騒ぐ。で、与党も悪いんですよ。与党もちゃんと抑え、ちゃんと議論してさ、ちゃんとした国会作ろうよ。それをもうとにかく NHK 予算は全会一致だから、波静かで国の運営任せられるんですか、自民党。井上筆頭が一番ですよ。しっかりと今回の NHK 予算の審議、理事会で総括をしていただくことをお願いして質問を終わります。ありがとうございます。拍手してください、拍手。次に、よし。